フィギュア・ワリエワ欧州選手権で SP 世界最高得点を更新。フィギュアスケートの欧州選手権は13日、エストニアのタリンで女子 SP を行い、15歳のカミラ・ワリエワが自身の記録した世界最高得点を3点以上も更新する90.45点をマーク。 2022年、ロイター。13日、ロイターフィギュアスケートの欧州選手権は13日、エストニアのタリンで女子ショートプログラム SP を行い、15歳のカミラ・ワリエはロシアが自身の記録した世界最高得点を3点以上も更新する90.45点をマークした。 昨年11月に行われたグランプリ GP シリーズ第6戦のロシア杯で世界最高得点を出したワリエワは冒頭のトリプルアクセル3回転半できれいに着氷した後も3回転フリップ後半のルッツとトーループの連続3回転ジャンプを成功させるなどほぼ完璧な演技を見せた ワリエワは76.25点で2位のルナ・ヘンドリックス、ベルギーに14点以上の差をつけた。3位は75.13点のアレクサンドラ・トルソワ、ロシア。ワリエワが女子 SP で世界最高得点を更新。国際スケート連盟公認の欧州選手権で、 フィギュアスケート欧州選手権第2日女子ショートプログラム13日エストニア・タリンフィギュアスケートの欧州選手権第2日は13日エストニア・タリンで行われ女子ショートプログラム SP で15歳のカミラ・ワリエはロシアが90.45点をマークし 国際スケート連盟椅子公認大会で昨年11月のロシア杯での自身が持つ世界最高得点87.42点を3.03点更新したトリプルアクセル3回転半など3つすべてのジャンプを決めたルナ・ヘンドリックスベルギーが76.25点で2位 三回転半で点灯したアレクサンドラ・トルソワ、ロシアが3位。昨季の世界選手権上位のアンナ・シェルバコはロシアは4位と出遅れた。女子フリーは最終日の15日、日本時間16日に行われる。ワリエワはプログラムをうまくまとめられたと語り、世界最高得点の更新を、 嬉しいと喜んだ。フィギュア欧州選手権 SP 通位のベルギー22歳目玉飛び電ばかりの行天顔に注目。ワリエワに次ぐ2位ヘンドリックスキスクライの表情が話題に SP で自己ベストを更新する76.25点を獲得したルナ・ヘンドリックス写真 AP フィギュアスケートの欧州選手権は13日、エストニア・タリンで女子ショートプログラム SP が行われた。15歳のカミラ・ワリエワラ、ロシア勢3選手は全員4位までに入ったが、そんな中2位となったのはルナ・ヘンドリックス、ベルギーだった。自己ベストを更新する76.25点を獲得。 キスクライでは目を見開いて驚きすぐに涙した実際の映像を海外メディアが公開なんという瞬間と脚光を浴びせている動画なんという瞬間だと海外反響目玉が飛び出さんばかりに行転そして涙 SP2E ヘンドリックスが驚く実際の映像 目玉が飛び出そうなほどびっくりしている。キスクライで SP の得点を確認したヘンドリックス。自己ベスト更新の2位に大きく目を見開き、信じられない表情を浮かべた。喜んだ後はすぐに涙。両手で顔を覆い、肩を震わせてコーチと喜びを分かち合った。 1>, 1位割合はリエワには14.2点差をつけられたもののトルソはシェルバコワを上回っての2位。ロシア勢に割って入った歓喜の瞬間を海外専門メディアゴールデンスケート公式インスタグラムが動画で公開。なんという瞬間と文面に記すと海外ファンからも美しかった。嬉しいね。 おめでとう。よくやりました。超嬉しいんだね、などとコメントが集まった。22歳のヘンドリックス。平昌五輪は16位などトップクラスにあと一歩及ばない時期もあったが、昨季は世界選手権で初の5位入賞。女子ではベテランの域に入る20歳を過ぎているが、昨年11月のグランプリ。 GP シリーズ第3戦イタリア大会では総合3位になりベルギー勢初の表彰台まで上り詰めている。ワリエワが世界最高点更新女子 SP で90点超え欧州フィギュア。フィギュアスケートの欧州選手権は13日。 エストニアのタリンで女子ショートプログラム SP が行われ15歳のカミラ・ワリエはロシアが90.45点で首位に立った写真特集カミラ・ワリエは自身が持つ世界歴代最高得点を3.03点上回ったルーナ・ヘンドリックスベルギーが76.25点で2位 アレクサンドラ・トルソワが3位。昨季世界選手権覇者のアンナ・シェルバコは共にロシアが4位。ロシアの15歳ワリエワが女子 SP で90.45点と世界シーンを更新。考えられない点数。フィギュアスケートの欧州選手権。 13日、エストニア、タリン女子ショートプログラム、SP でロシア女王のカミラ・ワリエは15、ロシアが90.45点の世界新記録をマーク。ニールなヘンドリックス、ベルギーに14ポイント差をつける圧巻のパフォーマンスで、首位に立った。写真、ロシアが日本を隠した扱い。 坂本香織とワリエワは運命の差。冒頭にトリプルアクセル、3回転半ジャンプ、3回転フリップを鮮やかに決めると、後半のルッツトーループの2回連続3回転も成功させた。昨年11月のグランプリシリーズのロシア杯 SP で自身が出した。 世界最高87.42点を上回るスコア。女子 SP で90点超は史上初となった。ワリエワはプログラムのストーリーを語っているように感じた。90点台を出せたのは嬉しいとコメントした。イタリアメディア OA スポーツは計画されていた3つのスピンでほぼ最大の評価を獲得し、 90.45,51.73,38.72という考えられない点数を出したと報道。同国メディア、ライスポーツは、ロシアのカミラ・ワリエワは、北京五輪の金メダルに近づいていると伝えるなど、世界を驚かせたようだ。